熊谷というのは今日は序盤が
きている印象があります。さあこれは乱れました。1番の阿部タピアが拾う。もう一度阿部で勝負。2枚ついたブロックか。ボールに入ります。古川学園も守備がいい。高さで押し込むタピアのポイント。アースまだ伝わっているぞ。落とさない。今入ってきました。姫野の元川執念が宿ったこのいきなり序盤戦の戦いです。すごいですね。落ちたかと思ったんですが、両者ともに落とさないですね。姫野の1点で男は成り先輩の背中をしっかりと支えていきます。さあタピア・ロンドラまだ前にローテーションに残る中でライトに振りました。 1.5 枚打ち抜いていったのは4番の北窓彩音。アンダーカテゴリー U20 日本代表アジアを制したメンバーです。竹下さんはこの守り以外攻撃の部分で丁寧のいいところどういうふうにご覧になりますか。吉田さんですね、非常に丁寧に両サイドに持っていきますよね、はい、その前をディフェンスですよね。やっぱり繰り返したんですね。準決勝では丁寧の対応吉村はほとんどのアタッカー、5人のアタッカーにおよそ30本のトスを散らしてという戦いを見せてきました。非常にいいバランスで、ね、攻撃に転換してましたね。そしてメンバー交代、古川学園バックの状態を支えた先発の鈴木に代わってフロントイン本田です。昨日は1人4本のブロックポイントがありました。さあサーブのブロックさらに突き放すか。古川ちょっと歩かされた。セッターの吉村屈伸の浮き球の手を残していた本田。サイディングジャンプ阿部です。無理はしません。この辺りは冷静です。ヘッドに振って1番の高川球者ワンタッチを取ります。ストレートショットです。こういった形ですよね。1本目はライトに行って次はミックサイドと高幅を引かせられるすごくいい攻撃だと思います。バレーボールのネットは今9メートルという長さがあるんですが、やはりシーズンはどう使い分けていくのかが大きな勝負のポイントになりますので、ブロックターゲットを絞りにくくなりますからね。見せていった。これでその差を2点。古川学園センターの5番船谷仁がバックに下がって前は3枚。南舘阿部本田オーバーで取ります。草窓です。ライトに取ります。ブロックか。自ら拾う5番の岩木。熊谷後ろ相手のコートに見てライトに振った南舘。ストレート方向にはリベラの1年生ミスになりました。この辺りはしっかりとディフェンスを披露しています。阿部でいきます。今度はハードヒット両手を突き上げました。阿部あかね、いいですね。阿部選手ですよね。やっぱりチームのリズム作ってくれますよね。インターハイはベスト6国体優勝の立役者背番号1番阿部あかね。去年の春高ではタピア・ロンドラが100点以上という通算のスパイポイントを灯したんですが、今大会はアロンドラとこの阿部がポイントを二分しています。それだけアロンドラに頼らずしても戦えるのが今年の古川の強さ。ブロック。1年生の三井がフォロー。さあつなぐぞ。聖がつないで古川やってくる。阿部あかね左へプッシュ。2番号を取ります。ライトに開いて絶好調の南舘。三井あっとこれはアンダーの時に応えていく。長いラリーになりました。落としません落としません。しかし最後は決めたのが1番の阿部あかねです。第1セットは8対4。去年のリベンジ燃える古川学園上々のスタートを切っています。名門の古川学園、そこにやってきたタピア・アロンドラ。バレーが本当に強くなりたいなら日本に行って強くなってください。タピアに背中を押してくれたお母さんが今大会初めてこの娘が戦う姿を目の当たりにしています。さあお母さんにも感謝、その思いを届けたいタピア・ロンドラ。今年は春を優勝して笑顔を届けることができるでしょうか。序盤が8対5非常に落とせない締まったゲーム展開になっています。コートサイド聖高校、加藤さん、ここまでの立ち上がり、聖高校どうご覧になってますか。はい、相手のサーブから自分たちの攻撃ですよね。それが1回で決まらずに相手に取られてしまっているだけで、相手の攻撃もしっかりと拾えていますし、今のところはこのまま結構ついていくだけかなと思います。竹下さん、初戦ではこの古川学園、非常にそうですね、準決勝かなりサーブを有効的に打ってきた印象があったんですが、そうですね、サーブターゲットですね、
ショートサーブと長いコースを打ち分けてましたよね。はい、この辺りは序盤戦ここまで機能していると見ていいんでしょうか。そうですね、ただ声援の方も本当にディフェンスなく攻撃までは展開できているので、あとはフィニッシュのところですよね。フィニッシュ、はい、そうですね。身体身長 175.3cm、 声援の頭のプレッシャーがかかるという場面、飛び込んでいきましたセッターの熊谷文也。高いブロックをかいくぐります。こちらは速いリスタート1番の田川がボールを打って、さあ左立てサウスポーアタッカー手を残した正方向ダイレクト、甘いボールは逃しません。2年生のホンダリンが赤い大応援団が揺れます。しかしその前に、じゃあ栗原さん、はい、本当にボールを落としませんね。落としませんね。昨日はフェイントが結構効果的に決まってたんですけど、はい、今日しっかり古川が対応してますよね。この試合はサウスだけではない、ディフェンスもしっかり決め上げて、このサウスファイナルに決めた両方です。で、田口監督がここで一度気持ちを引き締めます。準々決勝ではインターハイ3位、東京の八王子実践高校を破り、準決勝ではインターハイ上大阪金蘭会に逆転勝利。まさにジャイアントキリング連発、ノーシードから旋風を巻き起こしている低高校です。準決勝の金蘭会戦の第1セットを落とした後、何かこう目覚めたように逆転勝利、取り戻してきたというのに感じになりましたね。そうですね、試合の中でも修正してきましたよね。攻撃にも強弱をつけたりとか、はい、ネットも、ね、しっかり寄せていってますよね。あ、ここが最後にね、まさにそのあたり田口監督も指示はブロック一つでしたと話をしていました。ワンプレーでチームを変えられる選手が揃っていたから正方向、さあ台湾だけ大事な一本を決めたのが5番の岩崎春菜。しっかりブロックついてたんですけどね、サイドにつけてますよね。前には4番の本田がいましたが、うまくこれ腕をアウトサイドに開いてスパイクを飛ばします。キャプテンの北川の綾音注目選手にはなるんですが、計画の岩木春菜も本当に切り込み隊長として、もう一人の得点源としてこの誠を支えています。リバウンドを取ります。もう一度呼んだ、しかしライトに振って南舘、ストレート方向を狙いました。高田拾えません。センター対角に入る10番の南舘彩香、上っ手は1メートル68センチ、そこまで高い選手ではないんですけれども、この左のスイング栗原さんに伺います。どうご覧になってますか。そうですね、この南舘選手が結構古川のリズムを作っているので、この選手、声援としては乗せたくないですね。乗せたくない、はい。この南舘、これは最後の選手になりますが、ここでポイントを落としていきました。スイング高校です。サーブレシーブからこのセッターも一人かけちゃったのかな、早い必殺切っている印象があるんですが、パスも崩れてないですし、クオリティ展開としては非常にいい形でできてるね。その差は5点。南舘で来る、今度は上げた、今度は田川上げました。さあ、ここから行きます。少し疲れています。南舘のコス、タピアロンドはボールはどうか、惜しいな。戦いですからね、やっぱり姿が見えるとレシーバーがちって構えてしまいますよね。そこからのフェイントっていうのが非常に効果的ですね。強打が、ね、あると思う、どうしてもね。最高到達点が3メートル25センチ、去年から10センチアップしたというのがタピアです。3枚の壁買い取ります。さあ果たして古川チャンスボールですが、これはスタンディングジャンプ返すだけ。ケドがボールを上げてブロックの上から返り切っていきました。ゲイゲイナセッター対角の2人の3年生、ヘイケが一番得点が高くなっている、そんな試合が多いと話したタッチだと思います。変わりませんけれども、ここで冷静ですね。そうですね、以上まで、はい、ノーサーサーブ、タキヤがやってきます。手を残していた北川ですが、その左手を弾いていきました。15対9、
ここ最後の春高です。2年生の神村、飛び込んでいきます。そして1年生、阿部ですが、ブロックか、やばいです。その前に選手にボールが当たっています。オーバータイムを取られました。阿部選手にはある程度決められることを計算して、こういう違う選手に決められないようにプレーヤーとしてはやっていきたいですよね。ある程度ですから、縦の攻撃はやむなし、絞った中で他をどうマークしていくのか、立ち上がりの経営方法、注目が集まっていきます。第1セットは6点の差、古川学園リードで2度目のテクニカルタイムアウトです。みんなが集中する。ジャパネットハイスバルの高校バレー、キャプテン北間の綾音、さあ6点差、落ちることはできるでしょうか。第1セットは中盤戦、ナビア・アロンドラに変えまして15番の船越がリリースサーブで送られます。見出した、これは難しいボール、レフトから熊谷はどうするでしょうか。本田を使ってくる、繋いだ精鋭、アンダーのボール、1番の田川です。こちらも落としません。阿部ストレート、目の覚めるようなストレートショットですが、ボール一つ分サイドラインを割りました。いいコースだったんですけどね、狙いは素晴らしかったと思います。ミドルプレーヤー、ただ国体でアウトサイドに大転向したというのがこの阿部。もう一度ストレートを狙っていきます。徹底しています。福山さん、この阿部のどのあたりがストレートいいと見ているんでしょう。そうですね、ストレート側に持ってくるのをしっかり待ってから叩いてますよね。ああ、タイミングですか。そうですね、打つ場所の幅が広い選手だなと思います。172センチ、最高到達の3メートルに届くかという阿部茜、ね、リベロ大岡は今度はライトに振ります。少しバックステップのような格好になりました。10番の南田でスパイクは外れています。さあ、リードしている古川学園、原木さん、はい、この岡崎監督も含めてチームの空気感というのはいかがでしょう。東から非常にセンターコートに慣れているということもあって落ち着いて入っておりますね。準決勝ではプレーがサーブを揺さぶってくるというシーンもありましたが、このあたりサーブレシーブの関係、ポジショニングなどは荒木さんからどうご覧になりますか。非常に声も掛け合っていて、いい連携が取れていると思います。はい、第1セットはリードを揺さぶ、セーフティーリードを持って終盤戦に向かってきているこちら古川学園です。阿部がバックに下がって9番の高橋がフロントに上がってきています。中央を取った、足でつないだ、5番の岩木、熊谷リーダーはライトに振った、1枚にしたと、ポイントは南舘です。今日はセッターの熊谷が竹下さんに一人に絞りすぎない、そんな私のトスワークを見てほしいと話していましたが、いや非常に良くないですか。先ほどもビークックの中に切り込ませたりとか、はい、逆サイドを入れたりとか非常にいいですよ。古川学園の背番号5、司令塔熊谷リーダーです。あー、これは手を伸ばしていきました。熊谷の頭上をボールが越えていきました。さあ、対する誠英、その差は6点。現役最後の年生、10番の神村ひなが飛び込みやってきています。ここまでは非常に強豪校を倒しての勝ち上がり、夏の女王を倒して、さあ今日はこの決勝舞台で国体女王を倒すことはできるでしょうか。古川学園先発交代です。2番のタピアがコートに戻ってきます。第1セットは20点の差、先に向かったのが宮城県の古川学園。スタートを伸ばしてきます。ライトに振った、ポイントになっています。いいですね、精鋭はライトからの攻撃でリズムを作ってますので、はい、もう少し大きめに使っていってもいいかもしれないですね。ここも中央のタピア・ロンドラが少しこう遅れるような形放ってくると、やはりスペースをいい形でポイントを取ることができます。こちらもライトから手を伸ばしていきますが拾えません。21点目、古川学園、何か分かっていても竹下さん止められないんだという古川の、プレーの印象がありそうですか。そうですね、こ
その南舘選手とか阿部選手が取ってくるとデビューとしては嫌ですよね。そうですね、取らせたくないという交代セット。タピアロンドラプロに入ったセッターの吉村でした。アンサーでございます。神村ブロック残していましたが、その上難しい状況だったんですけどね、しっかり見てましたね。168センチの神村が196センチのタピアに挑んでいったという構図。いやー、逃げずにうまく相手をあざ笑っていきましたね。そうですね。さあ、神村は4を受けた今の綾音が控えています。なんとか北まれが前にいるうちに1点でもというそういった場面。あとはブロック切り返しを取りたいところですが、ここは高さがあるファミア。23点目が古川学園に入ったところで全員高校タイムを取ります。だから現在のヤクルト右のバイパスの土地がこれで例えば自分が取らないというと、ただ勝手に真裏に行くんじゃなくて、こっちがあるからそれを警戒しつつ、またぐらいくらいまでは打球を、もし反対側の人間の場合が飛ばないケースは、こっち側の98番を意識しつつ、アタックラインぐらいまで引っ張ってよう。アタックラインよりも後ろに来た緑は、バックの人間たちがバーンていこう。だから、さっきテクトとか、テクトとかってまだあまりやってない。そういうところで、あまりバタバタって一歩一歩つくる。でも、あまり。決勝では禁断会を破った聖高校、その時もブロックの指示が飛んでいました。一つで長引きの戦術に流れを変えることはできるでしょうか。さあ、第1セットは終盤戦。センター歩かされて神村が行く。今度はストレート、パワーで打ち抜いていきました。対する阿部です。こちらもストレートポイントにつなげます。やはりアタッカーの応酬。23対15、今年の女子の決勝戦第1セットは厳しい展開、A 高校ですが連続得点は許しません。仲間に声をかけます。キャプテンの北窓綾音、センターコートになって表情が変わってきましたよね。あ、そうですか。頼もしく感じます。北窓にはあえて責任を背負わせて、もっと成長してほしいと送り出した田淵監督。さあ、その北窓ではありませんが、チャンスボールは古川。逆に北窓はブロック1本止めることができるか。ウーストショット、1番の阿部茜。これで24点目、古川学園セットポイントを握ります。バックに下がったタピア、今井、阿部、本田、北窓を仕込んでくるか。いや、これはサイドで勝負してくる。田川アンダーでボールを上げます。タピアロンドラのバックアタック、しかし返すだけ。ジャンプボール、田川が開く。ハイセットボールです。サーブレシーブしっかり切り返したところから阿部のストレート。さあ、北窓やってくる。サイドラインで決めます。これがチームのキャプテンです。簡単にはセットを落としません。この北窓がバックに下がります。さあ、相手のコートを見て、司令塔の熊谷由美が最後の1本をどこに託すか。ちょっと苦しいぞ。その前に笛がありました。ミスがあってポイントが水泳高校に入ります。連続ポイントです。ちょっとした竹下さん、こちらミスというのは気をつけたい部分ではありますか。だからこそ岡崎先生がね、ちょっと厳しい表情です、はい。このガードスタッフ、決めるは三井です。カノで決めるか、首はしません。飛び込んでいったスーパーレシーブ、南舘ライトに振った。強打できました、いわきです。連続ポイント、3連続ポイント。いいですね。昨日もいわき選手、いいところで決めてくれてましたからね、はい。さあ、その差は5点。これがまさに執念、粘りのバレー。せーもう一歩追いつけるか。中央から今度は阿部です。さ
最後は頼れる3年生阿部茜が25点目を取ってセットカウントは1対0。第2セットに向かいます。